よもやあれほど大魔王戦をね、たやすく突破するとは思わなんだ。さあでは、それが本当に対人戦で強いかを、いざ今からね、確かめていきましょうか。やばいって。やばいんだよな、どう見てもな。ね、おはせのうち、王と歯が逃げればいい話なんですよ。それが逃げれるかどうかの勝負です。まあでもね、まあまずね、振られるのはこうやってギガサラス振られます。まあ削りたくなりますわ。あ、よー、あ絶対に勝つという強い瞬間で。見て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 、ほら。鋭い爪。G は、G ない。G がない、G がない。早すぎん？モンマスバズズ早すぎん？さあ、モンマスバズズがね、もう切り込み隊長、なぜそっちに行く？大目玉に行かなかったね、意外にも。意外だな、もう大目玉に行かないのはマジで意外。ね。え、なんで大目玉に行かなかった今、2回ともバズズ。ねえ、まあ向こうの判断力にすごい左右される部分はあるからね。で、ただ、一応向こうは、判断力は悪魔チームでも上がってるからどうなんだろうって話ですね。さあ、アーストローン！とりあえずベリアルとアトラスの行動前にね、2体は逃げました。たださっきの悪魔爪と言いたかったね、主人公結構殴られたな。さあ、破壊突撃、大事です！なんで主人公なの？思った。もうダメだ、終わった。もう厳しくなってまいりました。ダークスパイク。さあ、ベリアルの判断力。いや終わったじゃん。なんかもう終了の、ちょっと待って。見向きもされてねえじゃねえか、お前。おう、でもここで返す。返していくんだよな、ここでな。さあ、悪魔チーム判断力が高いから、やっぱ上がってるし、そういう称号で。なんで、その関係上、んで、バズズがなんか早いし、ああ、おめでもじゃないね。戦士、ああ、もうダメ。ちょっと待ってくんだよ。ちょっと待たない。一回ちょっと撮り直さない、この動画。ちょっと待って、一回この動画撮り直さない。ほら、ちょっと待って、もう。あ、終わった。爆発呪文。イオナズブラ、もう終わった、さようなら。なんでそんな、なんで流れるように負けていくの？多分過去最速、なんか今まで撮った動画で最速で死んでったイメージがあるんですけど。やっぱり、どうしても、やっぱ判断力に左右される。かつ、やっぱ主人公に当たった時に、どれだけ痛恨ないか。そして、大目玉、はぐれメタルが、先に逃亡できるかが全ての鍵を握ってるところって言っても過言ではないんですよ。ただ、ハマったら絶対強いんだよね。そう。おはぎより確かに、実はこれ完成難易度が高いんですよ。戦術のね。ぶっちゃけおはぎより絶対難しいと思います。これ、戦法としては。なんで、ハマればめっちゃ強い。ただ、ハマればおはぎより絶対強いっていう感じのチームですよね。さあ、どこまでやれるかが見物でございますが、はぐれメタが先にヒットアドリー。成功！成功とは言わない！ひょいって、バルに避けられてもうてるかな。あー、また逃げてないよ、大目玉。構えてから、あ、討論権、おっと、主人公に行く。まあまあまあ、主人公がまあまあまあって感じ。大目玉に行くと、これがね、悲惨なことになりますね。低い。まあ2体に当たるね。きついね。あー、もう大目玉の耐久の差がこんなところで。大目玉早く逃げて。まあ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 、でも大目玉もう何の意味もなくなった。さあ、もう3体動いた時点でね、もう大目玉のいる意味ないです。俺はもうこうなっていく。300食らってんだよ。大目玉が絶対先輩になるって。むしろ、さあ、始める大魔王戦の時とかさ、なんでそうならなかったのかを問いたいですもん、僕は。普通こうなるよね、みたいな。もう、前編後編になっちゃったじゃん、こうして。こうして前編後編になってますけども。おっと、あ、当たったね。あー、いや、勝った。バトマス勝った。んで、向こう天使の祈りしてあるんで、回復してますね。こうなるとね、もう勇気勝ちするしかないっていう状態なんですよ。一匹って。もうきついですもん。こうやってラビエル使われると、ヒットアンダーウェイアストロンは勇気の溜まりが悪いっていう関係上、つばぜり合いとかに勝って、かつ、その、勇気を溜めないといけないわけなんですよね。向こうはこうやって攻撃当ててるんですもん、だって。ああ、おっと、おめでとう！まさかここでピロリしていく、絶対攻撃当たらないという強い瞬間を感じる。そう、向こうが大目玉や主人公に攻撃当ててしまえばさ、勇気は向こう溜まるのが早いわけですからね。相手の方が溜まるの絶対早いわけじゃないですか。さあ、ここでなんと大目玉が逃げていく。討論権、さあ、誰に行く？あー、はぐれメタルに行ったわ、なんか。あー、バルの判断力は悪め。さあ、ここではぐれメタル逃亡完了。炎の戦士のみ残りされました。素
つばぜり合いしないといけなくなってんだよね。だから基本的には判定では絶対負けちゃうもんこれ。あ、でもこのターンに関しては言えばほとんど攻撃食らってないっていうべきなんだけどね。あ、確かに食らってない。このターンは100ぐらいで抑えてるね。そうだからハマれば絶対強いんだけどね。ハマれば強いのは間違いないんだよ。ここで行きましょうかね。ここでね、1P チームは進化の表でいきましょう。まあ、勇気勝ちするしかないんで、もう、どう見ても、明白じゃないですか、この感じで。ラビエル使われてる以上、もうほぼ迷惑なんで、迷惑って言ってた。迷惑なんで、ラビエル。ラビエルは迷惑なわけないだろう。このターン、あー、でも待って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 。早いぞ、炎の戦士が。まあ、早いんだけどさ、結構。あー、はぐれメタルか、でも、それなら大丈夫じゃない？まあ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 、はぐれメタルに行く分には、バルや炎の戦士は結構狙い適当なんだな。ねえ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 、大目玉逃げないね。ああ、やめてやめて大目玉やめてあやばい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 。頑張って頑張って。なんかもう大目玉に立っても電撃放射になっちゃってるしね、SP の関係上。SP 使っちゃうからほら。やばいよ、削り切られちゃうよ、このままじゃ。頑張って頑張って頑張って。王者の元気頑張れ。あ、出るね、結構出んな。さあこうなると次のターンにつばぜりして勝った方が、多分これ勝った方が、つばぜり勝ったらほぼほぼ勝ちになっちゃう、もしかして。俺の動画でそういうのあんまりやりたくないんだけど。俺の動画でつばぜり込みの動画はあんまりやりたくないんですけどね。あー、待ってー、うわ、待ってくれー。絶対につばぜりしないという強い意志を感じます。このまま決着がついてしまうのでしょうか。いや、そんなことはさせない。 1P チームがつばぜりしている。さあつばぜりしましょうか。じゃあ2秒と7秒でいきますよ。あれ、反応しない。やばい、反応しなかった。八百長、なんでウィリムコンって反応しないの。これウィリムコンってなんで反応しないんですかね。まあそりゃそうですよ。ウィリムコン振って振ったのにね、反応しなかった。なんで。なんだったら2秒なんで向こうマックス決めてんの。さあこのターンもしかしたら耐えればワンチャンあるな。 1P チームが耐えることができれば、うーん、どうだ。いや、勇気た、あ、メタルボムで全員止めればいける。あ、全員止めればいいのか。コナミ感なんだよな、その。あーあー、ひでえな、こりゃ。あ、でもでも、ここで足がすくむ。このターン耐えれるけど、次のターン耐えないとダメだね。うん。どう見てもこの勇気量は次のターン耐えないとダメですね。次のターンどう耐えんのところで。あー、でもここでここで生きていくわけですよ。おっと、これはわかんないよ。わからなくなってきた。わかんなくなってきたな。え、ワンチャンあるか。ワンチャンあるのでは、もしかしてこれは。もしかしてこれワンチャンある。あ、あ、お、お、なんだなんだ、大丈夫か大丈夫か。だろうな。いや、ワンチャンあったのにな。あるかな。うーん、微妙なところだったけど。お次は魔法使い。魔法使いなんて、だってさ、ホグルメタルオメタル逃げればいいじゃんと思ってる皆さん、まあ多分無理だと思いますよ。その理論は多分ね、通じないんですよ、このゲーム。判断力が高ければ、絶対、ハグレメタルが逃げようが、オーメタルが逃げようが、戦士に尋問が行くんです。ただ今回は、それも考慮して不思議なボレルは来てるんで、もしかしたら無効化する可能性があるよね、単体呪文。で、問題は魔法使いのフールブレイクも結構、あー、特技ガードか、君今回。あ、君今回特技ガードの盾か。あ、逃げたね。まさかの魔法使いで先に動いた。さあ理想的に動いていく1ターン目。さあ問題は魔法使いのね、呪文デインやドルマが誰に行くかです。さあフールブレイクも大事だね。ここ戦士しか打点はないよ。1、2の3。おお、ここで外れていくんだよな。でもドルマです。ここでドルマが誰に行く、多分ね、あ、やよな、賢いもん。影の騎士やリザードマは賢いもん。だから、せっかく逃亡しても、こいつらの単体攻撃は賢すぎて的確なんですよ。で、デイン君でしょ？ほら。あ、ジモンゲ。フーリー捜査官、何よしょ、やっぱりって。やっぱり。こうなると厳しいんだよな。
せっかく逃げたのにさ、意味をなしたのはマジカルメイズを避けたことだけだからな。ただもしかしたら魔法使いの打点はちょっと少なめだから、はぐれメタルに絶対効かないしね。もしかしたら耐えきれるかもしんないね。いや、わかんない戦いではあるけど、ダメージ量的にはデインやドルマもね、所詮200ぐらいですからね。ね、このヒャガルコは大目玉と戦士でどれぐらいかかるかは大事です。300ぐらいいっちゃう、もしかして。いやー、200ぐらいか。打点的にはちょっと有利か、もしかして。もしかして打点的にちょっと有利取ってる？これ。ちょっと打点有利だね、なんだったら。あ、でもどうなんだろう、アストロンと、微妙だな。お互いがそんな打点を取れてないっていう感じか。お互いがちょっと打点、でも、ダメージ量的にはギリギリ追いついてることはできるか。で、的確になってくるデインね。まあ、ボレロのおかげでだいぶ火ダメ経験してるのでかいっすね。かなりダメージ経験してる。おお、ここでボレロ生きた、ここでボレロ生きたよ、ここでボレロが生きていくんだよな。さあ、お互いスペシャルカードで、進化の表記がないんですね。でももしかしたらこれワンチャンあるな。 1P チームあんまり食らってない、今回は。ワンチャンあるか。いや、でも進化の表を使ってようやく今追いついたぐらいか。ちょっと怪しいな、これ。じゃあつばぜの方が良かったか。で、ここギガネにドカーンされるでしょ。ただうまいことをはぐれメタルが動けば、まあどうなんだろう、どうなんだろうな。はぐれメタルにフルベイクいったら結局一緒だぞ。さあどうだこれは。いやー、変わんない。あー、フルベイクやばい、フルベイクやばい、やばいやばいやばい、それやばい、それやばいやつ。1-2-3ドーン。やっちゃった、あ、やっちゃった、終わった終わった終わった。いや、諦めないよ俺は。あー、慈悲は、慈悲はないの。これリザードマン決めて終わりじゃんか。いやー、フルブレイクのお怒りですわ、あれはどう見ても。ちょっと待って待って待って、これリザードマン絶対攻撃当ててくるぞ。リザードマンが攻撃当てないことがめったにないもん。このリザードマン耐えるかどうか大事になります。ここで三日月の剣技が、おお、やっぱりお前は的確だわ。賢いわこいつ。こいつって賢いな、やっぱ。うん、まあ、それでもね、諦めないね、おはせに対し、鉄槌を下しに来たのは、一戦目で、おはせをボッコボコにした、ロンダルキアの悪魔たち。再び登場、ハーゴンの登場です。やばいじゃね。いや、もう勝てないの分かってんじゃん、こんなもん。B チームにとってはリベンジのチャンスですよ。さっきの戦いでは2ターンキルされてしまったけど。でさ、何がまずいかっていうと、つばぜれができないことですよ。主人公を入れて、じゃあ、つばぜりができるじゃんと思ったら、つばぜりができないんですね。はい。レジェンド魔王カードをね、つばぜりができない仕様でして、そうなってくると、まあ、厳しい。で、魔王チームっていうのは、レジェンド魔王は、勇気の弾、今そこそこ速いっていう性能を持ちますんで、まあ、ワンチャン光の弾とか使っても、先に負けちゃうと。さあ、そしてハーゴがね、生きに出しました。やめて、おい、絶対に勝つ、強いし。ね、もう今度は負け、もう、ちょっと、大目玉まだ動いてない。大目玉すら動いてない。82。まあ、モンマスに比べてバズ強いからね。そうそう。まあ、2回攻撃は普通に強いんだけど、モンマスの火力ほどはないからね。おー、バズズが、ちょっと待って、だいぶ外してるね。ちょっとだいぶ、ここの一旦、結構ポカやるかしてる。いや、一旦目かなり有利に進んでる。かなり一旦目がいい感じに進んでる。で、ベリアルのイオナソンもそんな食らわないでしょ。言うて。これワンチャンね、ちょっと今ね、ワンチャンあるね。いい、いい感じ、いい感じ。どうなんだろうね、ちょっと何とも言えないけど。打点は完全今有利取ってますね。いい。さあ、ベリアルのスーパーイノソンがどこまで出るかですね。主人公1体なんで、まあ、150ぐらいかなって話ですけど。いや、1体で150出たらとんでもない話なんですけど、それでも出るんですよ、このチームってのは。ハーゴチームで出るんですよ、それぐらい。でもいい感じ。このまま逃亡、そう、ベリアルも、ベリアルは遅いから、なんとかなるかもしれんね。お、いいよ。さっきの魔王戦と同じように、うまいこと逃げれれば、ワンチャンあるかも。
あ、いい、ワンチャンあるかもしれん、本当に。こっちが先に勇気をため切って耐えることができれば勝ちだもんね、確かに。魔王戦はとどめる気が出れば勝ちだもん。だって、ワンチャンあるよ。ああ。まあまあまあ、150も食らうのかな。これ、大目玉いったら地獄だな。そうだな、大目玉いってやばいな。ああ、言ってたら来た。ああ、200食らう。200も食らっとる。大目玉大目玉動け目玉ちゃん目玉ちゃん目玉ちゃん、おお、誰もいない、そこ誰もいないとこに振っていく写真館の冒険ね。あー、待て待て待て、大目玉ちゃん、大目玉ちゃん、ちょっと、あ、あー、いいの、いい、そこ判断力悪いな、あいつら。あいつら判断力は悪いんだな。いや、ワンチャンあるよ。いい、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 いけるかもしれん。光玉使おう。次、進化の表使おうか。絶対進化の表使わないと勇気が間に合わないぞ、でもこれ。多分。3ターン目か。最終ターンまでに勇気を貯めれれば勝ちですからね、言うてでも。さあ、いい勝負になってる。かなりいい勝負をしている。でも、とどめ一撃総裁だったら負けだぞ。だから、向こうより先に貯めないといけない、絶対。先に貯めるのがほぼほぼ不可能だから進化の表を使うのであって、というか。大丈夫かな。あー、いい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 ぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。かなりいい動きをしている。おー、いけるのか、もしかしてこれ、このチームハーゴに勝てるのでは。おおいや、そのしてないよ、まだそいつ。まだアストロしてないぞ、そいつは。おお、ワンチャンあるのか。待って待って待って、本当にワンチャンあるかもしれん、こいつ。え、もしかしてこいつらハーゴに勝てんの、嘘でしょ。え、ハーゴに勝てるって相当強いぞ。え、ハーゴに勝てるはちょっと強すぎるぞ、このチーム。なんだったら判定勝ちもね、ちょっと見えてきたよ。あー、ここからか。ちょっと判定勝ち見えてきましたよ、ちょっと。なんだったらね。ダメージ量的にはいい感じだもんね。おー、いいぞ、いいぞ。このターンで、勇気を貯めたいとこですね。そうしないとちょっとね、まあでも、お互い勇気が溜まってないから、このターンに進化の人勇気貯めて勝つルートは見えてるかもしれん。どうだ？あ、勇気貯まるかも。これ勝てんじゃねえか？え、これ勝てんじゃねえか？本当に。このターンに立ってさ、コンスタントに勇気貯めれば勝てんじゃない？多分。あ、いい！メタルボム選んだ、しかも。ヒッターナウェイより絶対いいよ。いいよ！これ、ワンチャン止めたら勝ちだぞ、お前ら。いい！いい！あれ、これ勝ったよね。これ勝ったでしょ。いや、これ勝った、勝った、勝った、勝った。え？このパーティーなんでハーゴに勝てんの？え、待って待って待って。俺の想定してるよりすごい強いんだけど。溜まったよ、ほら。溜まりました。え？お前らそんな強いチームだったっけ？あれ？そんなにお前ら強いパーティーだった？勝ったじゃん。すげえ。見てこのチーム。今まで負けてたのに勝った。すげえ。ダークホースってやつかな。まさかちょっとハーゴンに勝てるとは思わなかったな。今まで負けまくってたのになんでお前ハーゴンに勝てんの？え、なに？なんでさ、強いやつにしか、なに？連勝ストッパー？なにこいつ？なんかこのチームさ、なんかさ、俺思うんだけどさ、やっぱ、ハマればめっちゃ強いんだな。うん。へぇー、新しい発見だわ。